い、皆さんこんにちは。講師の黒沢敦史です。具体的に言えば中国アメリカ転売のスクールコンサルティングの講師として今300人近くの生徒を今までトータルで受け持ってきたものなんですけれども、前回自己紹介1という動画を撮りました。でその中ではまあお願いを2点だけ言ってたんですね。っていうのは、まあ、この下に、この動画の下に Facebook がありますので、そこを通して交流してくださいという点。もちろんこの動画自体にコメント書いていただいても、全然、構わないというか、むしろありがたい限りなんですけれども、やはり動画よりも Facebook の方がしっかり見れますし、Facebook ですと、皆さんも基本的には実名登録なんで、皆さんのことも私から、見させていただく。監視とかじゃなくて見させていただくこともできるので、ぜひ下の Facebook 何かありましたらお問い合わせをお願いしますという話をさせていただいた。プラス、私は12年間講師として仕事をしてきた。家庭教師、日本語教師、塾の講師、そして塾の主任講師としてやってきて、今は転売スクールの講師で300人弱の生徒を繰り返しになりますが持っているっていう話をさせていただきました。で、今回は自己紹介丸2としてですね、皆さん、この動画を見ている方、インターネットビジネスっていうワード気になってると思うんですよ。各いう転売もインターネットビジネスの一つではあるんですけれども、このインターネットビジネスと自分のいきさつ、関わりについて、順を追って話をさせて、時系列で話をさせていただければなと思ってます。で、これただ、私はこういう人だよっていうアピっている動画ではなくって、皆さんもインターネットビジネスの世界に入ったことがある人は、もしくはこれから入らんとしてる人っていうのは似たような経路をたどっていく可能性っていうのがあるんですね。ですから、もしこのインターネットビジネスこれからやろうとしている、もしくは今やっている方のプラスになればいいなと思って、自分の失敗談も含めて自己紹介がてら話をさせていただきたいと思ってます。で、自分がインターネットビジネスっていうワード自体を知ったのは2012年の終わり頃になります。で、初めに知った言葉っていうのは、自分の場合は与沢翼というワードと、あとはまあアフィリエイトですね、そして無料オプトで、あとはセドリっていうのを、その時セドリのあるキャンペーンがやってましたんで、今 Facebook 友達にもいるヤシロさんっていう方の、セドリのキャンペーンがボーンと出てた時なので、その時に初めてインターネットビジネス並びにそれ関連のワードっていうのを知りました。で、結果的に自分は与沢翼さんと蝶野舞さんが校長をやっている1000人規模のインターネットビジネススクールと、後にも先にもそんだけ大きなビジネススクールっていうのはなかなかないんですけれども、そこに入りました。で、入って何をしたかっていうと、メルマガだとか、あと YouTube 動画、今ご覧いただいている YouTube 動画だとか、あとはアメブロですね、アメブロをやったりとか、もちろんそこで Facebook とかも本格的にやり始めたわけなんですが、これがね、結果的に結構鳴かず飛ばずだったんです。で、鳴かず飛ばずっていうと、与沢翼は悪いとか、蝶野舞は悪いみたいな批判に思われるかもしれませんが、決してそんなことはなくてですね、基礎的なものを教わるスクールとすれば、それは最善の選択だったと自分は思ってます。ただ、その時にその基礎力だけを培ったところで、それを収益化に結びつけるっていうのは難しい。買ったんですね。ただその時は、とにかくそれを基礎をずっとやっていけばいいんだと思って、結局基礎力だけをつけていっただけ、ある種のノウハウコレクターじゃないですけども、そういった状態になりなってしまっていたのかなと今思えば思います。ただですね、その中でですね、いろんなパーティーとか懇親会があるわけですよ。で、もちろん、中には女の子をナンパしたい男とかも出てたと思い、いろんなパーティーに顔を出してたと思いますし、ただワイワイ騒ぎたいって人も多かったんだけれども、同時に自分と同じような士気の高い、もう何かしらして人生変えてやろうみたいな人もそこに集まっていましたし、中には結構有名な実業家の人たちっていうのも集まってたので、その中の出会いで、今自分がお世話になっている豊田昇さんという、中国アメリカの転売の全てを私はその方から教わったんですが、その方との出会いもあったんですね。で、ただそれは結果論ですからね、その一人と会うためにスクールに何十万もかけて入ったわけではその当時はなかったんですが、結果的には結果往来になったということです。で、重要なポイントはですね、インターネットビジネスに入ると、初めはどうしても無料でできるもの、コストがかかんないもの、リスクがないものって考えちゃうんですよ。
ですから自分の場合は無料オプトやって、で具体的に言えばあのロリポップっていうインターネットのサーバーがありますけれども、そのロリポップの広告を貼ると誰かがそこをクリックすると2円もらえるとか、そういったまあアフィリエイトとかをいろいろやってたわけなんですが、その時にもちろん物販っていうのも知ってました。転売っていう言葉もインターネットビジネススクールに入っていろいろ周りの人と交流していくうちに知り得ることができたんですけども、当時は物販って怖えなって思ってたんですよ。あの平易な言い方すればなんか物販ってリスキーだな怖いなって思ってたんですね。でその自分が今物販をやっているわけですから、これはどういうわけかっていうことなんですけれども、物販ってかなり堅実なんですよ。かなり堅実っていうのは、かなりっていうとあんまり良くないですね、言い方とすれば。本当に堅実なんですよ。っていうのも、物販っていうのはもともと元をたどれば、例えばシルクロード貿易っていうのはあれ物販なんですよね。で、あれって物販っていうことは転売です。さらに例えば周り見た時にドンキありますよね。ドンキホーテっていう安売りの量販店あったりとか、あと個人商店みたいな自転車屋さんがあったりとか、皆さんが皆さんの家から駅までつかつかつかって歩いていく間でもいろんな店舗がありますよね。でその店舗で加工して何かを売っていない場合、それはもう転売です。転売、まあ、で加工するのも含めて講義では転売なんですけれども、どっかから物を入れて、で動かしてこっちまで持ってきて、で消費者の手の届くところで売るということが、まあ、転売ですから、転売というのは実はリスキーではないんです。ただリスキーな場合もある。それは例えばアマゾンで自分は売ってるんですけども、アマゾンの規約違反をするような売り方をしたらそれはダメですよ。あのコーチの偽ブランドのバッグ売ったらダメですし、ピカチュウのぬいぐるみ売ったらダメなんですよ。ただそういうところが分かってれば大丈夫だっていうことに今は気づきました。で今回話をまとめますと、今回は自己紹介2ということで、まあ、インターネットビジネスに入ってその後物販っていうのも知って、初めはビビってたその物販を今は仕事にしてるって、この流れを簡単に説明させていただきました。でインターネットビジネスやられている方、これからやり始める方、まあいろいろな情報あります。でどれが良い種でどれが悪い種かって分かりにくいと思うんですね。で自分も実際いろんなもん掴んできました。それこそ YouTube の商材だって何十万円分も買ったりとか、あと何十万円もコンサル受けたりとかで、鳴かず飛ばずだったっていう経験があるので、この動画を通して、まあ、どれが良いかどれが悪いかっていうのをいちいち批判したり、あの評価つけたりしていくのはできないと思うんですけれども、少なくともあの何かの機会で例えば今まで転売をやったとして、それがひどかったとしても、転売自体に非はないですよっていう話をちょっとしておきたかったんですね。自己紹介がてら、あの例えば包丁ありますよね、野菜を切る包丁で、あの包丁自体は良いものでも悪いものでもない、むしろ良いもの、便利なものなんですよね。でそれで野菜を切るから便利なんですよ。それで人刺しちゃったら悪いものになる。ただそれはその包丁を使う人の考え方がどうかってだけで、包丁自体は悪いものでは決してないっていうことなんですね。それと同じで転売もそう。だから万が一もし転売に対して批判的に見ている方、もちろん批判的に見る理由っていうのがあると思うんですよ。で実際巷の塾とかスクールでも形骸的で中身がないものだってあります。それは裏事情を知ってる自分だから分かります。でも転売自体に変にね、転売イコールダメっていう蓋の仕方はしないようにしていただければなと思います。でこの後自己紹介3に続きますが、3の方ではですね、あのもう少しそのインターネットビジネスに関わって今物販をやって講師までやってる、なんでそういう流れになったのかっていうのも先に事前にお伝えしておきたいと思います。そうすれば今後まあ自分が転売とは何ぞやとか、瀬戸利と転売の違いとはとか、あとは実際にこちらのパソコンを使って転売のリサーチとかまで皆さんがね、じゃあさその後は自分でやってくださいっていうわけではないんですけれども、まあ、どういうものかっていうのも掴んでいただくように、なるべく無料でね、そういうところまではお見せしようかなと思ってます。で最後になりましたが、下に Facebook ありますので、 Facebook で連絡してください。友達申請してください。今友達が3400人ぐらいいるんですけれども、あと1600人枠がありますので、連絡していただければと思います。ただ友達申請ボタンだけクリック
毎日何も友達申請いただくんですけれども、ぜひこの動画を見て、まあ、転売に興味があるからっていうのを一言メッセージでいただければ優先的に承認できますので、そこら辺よろしくお願いいたします。というわけで自己紹介丸2お送りいたしました。丸3ではもうちょっと掘り下げてね、黒沢篤とは誰やっていう話ではなくって、まあそれも含めてなんですけれども、転売とは何ぞやと、そう自分がやっている転売とは何ぞやというのを皆さんに有益になるような形でお伝えできればと思っています。最後までご清聴ありがとうございます。転売スクール講師の黒沢篤でした。失礼いたします。